はい、どうも私でございます。本日はですね、プレジデントという経済雑誌があるんですけれども、その中で企業社長起業家の採用ポイント、採点ポイントっていうのがあったんで、その話を、したいと思います。今回まずはレノバの会長ですねの話で、そうそうとかなるほどが溢れてるかっていうのがあって、なんかこれって面白いですよね。なんかどういうふうに、まあ、今回プレゼンの話なんですけれども、プレゼンで、どういうのがいいかで、まあ、簡潔にしたりとか、そのパワーポイントでうまく見せるとか、いろんな技術とか、まあ、元々のベースでその色合いをどうするかっていうのがあるんですけれども、まあ、結局のとこ、こうその、まあ、何を伝えたいかとかっていう時に、なんか見てる人が、ああそうだよそうだよ、そうそう、分かるわ、まあ、共感を得るっていうところになっていくんですけど、まあ、その上で、そう、そうそうとなるほどが溢れて、で納得が深まっていって、でその先に新しい気づきがあるとか、なんか前俺もこういうこと思ったことあるけど、なんか今の若い人たちもこういうふうに思ったら、なんか新しい、こんな切り口で言ってくるんだみたいな、なんかそういう気づきと、まあ、驚きと納得 をしていくっていうのが、まあ、とても大事だっていう話をしてて、でなんかあとはなんかその質問するときに、まあ、いろんな質問があるんですけれども、数字を具体的に上げているときにそれに対して詳しく聞くっていうのがあって、例えば自分が、入ったら会社の例えば 10% を、営業利益を上げていきますとかでもいいし、入ったらどんどん今年給料が出来高で上がっていくので、毎年給料を、1.5 倍にしていきたいと思いますみたいなことを言ったときに、なんでその 1.5 倍にするためには自分はどういうことをする設計があるのとか、自分が入って新しい部分を立ち上げたりとかして、それで 10% の利益って、その 10% ってどういうことを見込んでそういうことしてるのっていう風になってて、結構数字っていうのはなんか明確にこんな根拠の数字にもなるし、なんか説得力もあるし、ただ説得力もあるからこそ、なんかそれに対して正しく答えられないと、その数字の持ってる魔力というか、それに振り回されちゃってるよねみたいな感じになってるんで、なんかそこはとても集中して聞くっていうところがありましたね。で、まあ、最終的にその、まあ、事業に対して、本当に世のため人のためになるかっていうことで、まあ、4割か5割、できてたらもうやろうみたいな、やっちゃう、実行しちゃおうみたいな、9割ぐらい準備してからやりますだったら全然遅いし、日産のカルロス・ゴーンさんも、結局のところ 5% の準備と 95% の実行力みたいな感じで、まあ、動いたもん勝ちで、いろいろなんかこう考えて、いろんなものすごいプレゼントとかするけど、じゃあどうすんのみたいな、やるのそれみたいなやれるのどんだけ現実性があるのって、何も意味がないから、まあ、具体的 でやっぱりなんか最近はその事業が本当に世のため人のためになるかっていうので、なんかその、まあ、自分がやることによって自分にもプラスになるし、相手の人にも感謝されるようなことじゃないと、やっぱり今の世の中っていうのは、受け入れられていけるような仕事っていう風にもなっていかないような感じになってるんで、まあ、新しいことをやってなんかインパクトを与えるっていうことは大事ですけど、やっぱり世の中を良くしたいっていうのが、まあ、もう会社だったら本当だったら利益を追求するっていうのがあとメインになるとは思うんですけど、でもまあ利益に追求されることだけじゃなくて、その利益を取るためにいろんな人からお客さんから感謝されるようなことじゃないと、やっぱり今の時代はダメだよねっていう風になってきてるんで、なんかそれがすごく面白かったなっていう風に思います。であとはもう一人なんですけど、アサヒビールの社長でしたね、塩沢さんですかね。でこのアサヒビールがアサヒスーパードライの生ジョッキを作ったんですよね。であれもうなんかタブ缶を作るとこですか、蓋のところの生産が全然追いつかなくて、一時期販売中止になったっていうので、だからそれでかなり笑いになったと思うんですけど、でそれが、挑戦と革新っていうのをアサヒビールさんはやってて、でアサヒビールでのその社長の採用基準っていうのが、最初から分かりやすくて面白いかっていうところをしてて、まあ、まさにこの挑戦と革新っていうところになってるんですけれども、まあその読み手に日々驚きや感動を与えられるような面白い革新は自然的に短く分かりやすくなるはずってなってるんです。なんかこう長新しくバーって言ってる、結局何言ってるか分からないって、なんかだからまあ吉野家だから、うまい安い早いってすごく分かりやすいじゃないですか。うまい安い早い、なんかあわらつジョッキみたいなとか、なんかすごく分かりやすいじゃないですか。なんかそういうの、なんか基本的になんかこういろんなの成功してるキャッチフレーズって、なんかこううまい安い早いみたいな、なんかこれが一番基準になってるのかなみたいな、その中でなんかインパクトを作るっていうのがあって、じゃあその中で平安な言葉遣いとか専門用語は会社独自の言い回しを使ったりとか、ただ横文字は避けるみたいな、
なんか変なイノベーションを起こそうとか、だから選挙とかもなんか結構シンプルなのになってると思う。改革を起こそうとか、なんか日本語で成長と分配を促しますみたいな感じで、なんかそういうのも、まあ、おそらく印象操作というか、まあ、必然的にそういうなんかみんなに伝わりやすいとか、なんかそういうのってもうなんかマニュアルがあってて、それでなんかトリッキーなことするっていうのもあったりとかして、まあ、それはある意味逆張りみたいな感じで、それはそれでありなこともあったりとかするんですけど、まあ、だから実際そのアサヒスーパードライの生ジャッキ缶っていうのはビールは泡立ってはいけないという常識を壊す狙いがあったみたいで、もともと缶ビール開けた時に泡立っちゃいけないよねっていう概念があったと思うんですよ、そもそもが。だけどなんかそれをあえて缶をまあ、泡立たしちゃおうよみたいなそれやっちゃいましょうよみたいなっていうのがなんか面白いなっていうところでやって、まあ、それを実行して、今までの常識を覆して成功してるっていうのが、やっぱり令和とか最近の IT のその情報がどんどん進んでる時にやっぱそういうのが多いなっていうふうに思うんですよね。で、この朝日ビル社長が言ってんで、企画書で大切なことは、驚きや感動を与えるようなインパクト気分を、余分なものを削ぎ落として本質をつく簡潔さっていうことで、やっぱなんかこう分かりやすくて簡潔的で面白いかみたいな、変な頭でっかちじゃなくて、なんかインスピレーションのところで、それ長ったらしいの分かったから、なんかこう一言で言うと何みたいな、まあ、結構あるじゃないですか。なんかほうれん草でこういう仕事がこうできましたっていうので、なんかその時に結局何が言いたいのみたいなっていうのあったりとかして、で社長にだったりとか、そう時間とかも限られてるんで、なんか短く簡潔に伝えられるような技術っていうのがとても大事っていうことになってんのかなっていうふうに思いましたね。まあ、その今回2人の社長のところを見て、まあ、言ってることはやっぱ共通してるなと思って、まあ、もう一人社長が喋ってたんですけど、なんかその人は正直な話、投資会社でなんかスタートアップ会社みたいな感じで、やっぱりその今までの考えよりは違う考え方のスタイルだったから、なんかこうちょっとトリッキーな人が欲しいからトリッキーな採用基準を取ってたと思ったんで、まあ多分それを言ってもかなり、普通の枠から外れてて、なかなか共感する人の方が少ないのかなと思って、僕は今回、割愛したんですけれども、やっぱなんかこの王道ですかね、王道のところを抑えていくっていうのが大事な気がして、まあ王道も抑えながら、まあ俗にバカのふりをするみたいな、お笑い芸人の人たちってめちゃめちゃ頭がいい人ばっかだと思ってるんですよ。で、頭がいい人がわざとバカを演じてて、まあ俗に笑わせてるってやつですよね。頭がいい人がバカを演じることがなんかそれが面白いよねみたいななんですけど、まあでも非常識で本当バカでしょうがない人もいたりもするんですけれども、まあ、その場合笑われてるっていうのがあって、まあ、どっちの方がもういいかとかっていうのは分かんないんですけれども、でも笑われる側はやっぱある程度の覚悟がいるし、ある程度のセンスとかもうクズにもうマックスクズに振り切るとか、なんかそういうのがあとはこうメンタルとかですね、メンタルが強靭なメンタルでないといけないとかっていうのがあったりしてて、まあ、基本的にはやっぱその笑われるより笑わせたいっていう人の方がいいと思うんで、ただ笑わせるためにはまあいろんなのがあるけど、しっかりとしたベースのところをしっかりとしていかないといけないから、やっぱそこのところを簡潔にしていくっていうのはとても大事なのかなっていうふうに思いました。はい、ということで今回は記事の紹介と私の考察でございました。それでは失礼します。バイバイ。